皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙です。今回は進撃の巨人の脇役を解説していくぜ。お願いします。ということで今回解説するのは進撃の巨人の登場人物、グロスだぜ。グリシャの階層で出てきたキャラね。ということで解説していくぜ。グロス、進撃の巨人の登場人物で、マーレ当局の総長だぜ。グリシャはマーレ当局の男と呼んでたな。名前の由来はグロテスクからだと思われるぜ。幼かったグリシャが妹のフェイと共に飛行船を見るために壁の外に出たぜ。そんな時に、エレン・クルーガーと共に仕事をサボっていたらしく、飛行船の近くで遭遇したぜ。グリシャとフェイは収容区を抜け出したことがバレてしまい、グリシャはクルーガーに制裁を与えられ、フェイはグロスにどこかに連れて行かれてしまったぜ。結果的に先に殴られたグリシャが無事だったのよね。ああ、クルーガーはグリシャとフェイが飛行船を見たかっただけということを察しており、グリシャには殴りはしたが、飛行船を見せてやってたぜ。だが、グロスは犬にフェイを食わせ、フェイを殺害したぜ。グロスは何の悪びれもなく、自分が殺したことを否定し、親の教育がなってないからだと言ってたぜ。ただただ泣いてるだけの母と低姿勢で謝り続ける父親に対して、同情を一切見せなかったぜ。被害者側が謝ってるっておかしすぎるでしょ。グリシャはこの一件で世界と、何も先のことを考えずに外に出た己自身を呪ったぜ。だが、グリシャは父に説得される形でその場は納得し、つつましやかに生きることに決めたぜ。おそらく、グロスがフェイを殺したことが公になったとしても、グロスは軽い処罰を受ける程度か、それどころか無罪になる可能性すらあったぜ。それほどエルディア人は世界中から差別されてるんだぜ。街を歩いてただけで殺されるとか理不尽すぎるわ。ジークはその後、父の診療所を継ぐことになってたんだが、エルディア復権派の人間であるグライスがグリシャの前にやってきて、グリシャに真実を伝えたぜ。フェイが犬に食わされて死んだことを知ったグリシャは今までくすぶっていた憎しみが再燃し、エルディア復権派に加わり、やがてはリーダーになっていたぜ。だが、復権派はグリシャの息子のジークの密告によりマーレ政府にバレ、復権派は全員捕まってしまったぜ。それで、楽園送りになるのよね。復権派は全員、パラディ島に送られたようで、巨人化されようとしてたぜ。処罰の担当はクルーガーとグロスだったぜ。だが、その中でグライスだけは巨人化されず、グロスに巨人を引き寄せる蒔絵として利用されてしまうぜ。グロス曰く、生きがいいとのことで、お前は自由だと言い、グライスを壁から落としたぜ。その後、他の復権派の人間は巨人化されてしまい、一目散にグライスを追いかけていったぜ。これでグライスが生きてるとは考えにくいし、おそらく死んだんでしょうね。さらにはグリシャの妻であるダイナはグリシャに、どんな姿になってもあなたを探し出すからと遺言を残し、巨人化してしまい、巨人となったダイナはグライスを真っ先に追いかけていったぜ。これに対してグロスは、本当はあっちの方に気があったようだなとゲスなことを言ってたぜ。また、他のマーレの人間もグロスを止めこそしないが、嫌悪感を見せており、回れないからも心よく思われてなかったことがわかるぜ。人間のクズを絵に描いたような人物だしね。その後、グリシャにフェイを殺害したことについて糾弾されると、あっさり自身と息子たちが犯人だと認めたぜ。心は痛まなかったのか？というグリシャの問いに対して、エルディア人は害獣で化け物という世間の価値観や、エルディア人に対する憎悪を盾に、己の残虐な趣味を正当化してたぜ。グロスはおそらく、エルディア人に個人的な恨みなどなく、悪であるエルディア人を自分の手で裁くのを楽しんでるんだと思われるぜ。マジで悪趣味すぎるわ。だがなあ霊夢、皮肉なことにグロスのような人間は現実でもことのほか多いんだぜ。ネットとか見てたらそれがわかるぜ。芸能人のスキャンダルが明らかになると一斉に手のひらを返してその人を叩きまくるだろ？あれも本質的にはグロスのやってることと全く同じだぜ。グロスは、悪に対して何をしても許されるだろうと考えており、いわゆる正義中毒者と言えるぜ。正義さえあれば人はどこまでも残酷になれるという、人間の醜さや恐ろしさを鮮明に描いてるのがグロスなんだぜ。人は相手に攻撃を加えると快感を得られるようにできてるらしいわね。そして、そのタガが外れるとグロスのような人の形をした化け物が生まれるらしいわね。さらにグロスは、復権派こそ殺し屋集団だ。マーレ人に何をするつもりだったんだ？心は痛まなかったのか？と正論ではあるが、お前が言うなと言いたくなるようなことを言ってたぜ。このグロスの異常性を目にしたグリシャは戦慄してたぜ。だが、
グリシャもグロスと背景は違えど、自分にとって都合のいいものの味方と思想で自己陶酔してた点は同じであり、グリシャは何も言えず、絶望したぜ。人は残酷なのが見たいんだよは読者目線に言ったセリフらしいわね。そうらしいな。この一連のシーンはグロスがカメラ目線で話してるように描写されており、読者に対しても発言してるようになってるぜ。これは意図的なもので、作者によると、映画とかの表現でよくある、メタっぽい演出がしたかったとのことだぜ。人は残酷なのが見たいんだよは進撃の巨人の読者や視聴者層にも少なからず刺さる言葉で、安全圏から見て楽しみ、いざ自分が傷つく場面になると何の覚悟もないというのは読者もグロスも大差ないぜ。確かに、そうかもしれないわね。まあ、それでもグロスのやってることが許されるのかと言われればそんなことはないぜ。まあ、要するに、グロスのこの発言や一連の流れは、作者によると、グロスはあなただよと語りかけるような演出にしたようだぜ。アニメ版でも原作者はカメラ目線で描写するように要望を出したようだぜ。グロスはグリシャを巨人に食わせようとするが、グリシャはそれでも抵抗を続けたぜ。だがそんな時、クルーガーがグリシャを助け、グロスを落としたぜ。その後は巨人に食われるのよね。ああ、グロスは自分が巨人化させた巨人に食われ、死亡したぜ。そして、クルーガーが近くにいたマーレの者たちを皆殺しにしたぜ。この時のグロスは完全に怯えきっており、残虐行為を通じて世界の残酷さを常に確かめているから、いつ死が訪れてもそれを受け入れる覚悟があるという発言が大嘘だったことがわかるぜ。クルーガーは、これを見て面白いか?とグリシャに問うたが、グリシャは面白くなかったと絶望してたぜ。まあ、普通の神経してたらこんなの見ても面白くもなんともないわよね。特にグリシャにとっては。だが、グロスが死んで面白がった読者や視聴者はことのほか多いぜ。まあ、グリシャからしたら面白くもなんともないだろうな。グリシャは自己陶酔しきってた自分と復讐相手のグロスと鏡写しにされたばかりだったからな。そんなグロスが殺されるところを見ても、グリシャが楽しめるはずもなく、残ったのは虚しさだけだっただろうぜ。まあ、グロスが死んで喜んでるようでは結局その人たちもグロスと全く同じなんだよな。グロスは因果応報な死に方をしたから、自業自得としか言えないけど、なんとも言えない虚しさが漂ってたわよね。思想に囚われ、己の行いを正当化してたのはグロスもグリシャも変わらず、その事実を突きつけられたグリシャは、グロスの死を嘲笑うことも、満足することもできず、残ったのは虚しさと罪だけだったぜ。皮肉なことに、マーレ基準から見たグロスは、猟奇的犯罪者でも異常者でもなく、ただの悪趣味な一般人程度の認識なんだぜ。己の所業を棚に上げ、その上でつらつらと己の行いを正当化するグロスを見て、多くの読者や視聴者は戦慄したことだろうぜ。でも、グロスのような人間は多いわよね。形は違えど、グロスのように己の価値観や思想を正当化し、そのためなら他人を傷つけても踏みにじってもいいと考えてる人間は残念なことに多いぜ。今のネット社会の誹謗中傷の嵐の惨状を見てるとそれがわかるぜ。そもそも敵意というのは思想の違いで起こるものであり、そこから戦争に発展していくんだぜ。そして、戦争をやることで双方に痛みと憎しみを生むことになるぜ。思想の違いが争いの根源とも言えるわけね。それにしても、進撃の巨人はただの悪人と呼べる人物がほとんどいない中、グロスはただただゲスな人物だったわね。確かに、進撃の巨人は殺し合いが頻繁に起こってるが、同情したくなるような過去があったり、背景があったりするんだが、このグロスはそういったことは一切ないぜ。ここまで同情の余地がないキャラは進撃の巨人のキャラの中ではかなり珍しいぜ。だが、グロスのゲッサは皮肉なことに現実世界の人間にも当てはまる面も少なからずあり、よりグロスに対して不快感を感じるし、印象に残りやすいキャラになってるぜ。そうね。という風に、グロスはグリシャの回想にのみ登場するキャラだが、彼の悪辣さや人間の負の部分を詰め込んだキャラクター性、皮肉にも全ての人間に当てはまる部分も少なからずあり、これらの要素によって出番が少ないながらも多くの読者、視聴者にとってインパクトを残すキャラとなったぜ。ある意味、彼の存在そのものが、進撃の巨人の残酷な世界観を象徴してるのかもしれないぜ。これでグロスの解説は終わりね。総括すると彼は人間の負の部分を詰め込んだような悪辣な人物だぜ。だが、世間の認識では悪趣味な一般人程度でしかないぜ。だが、単純な悪人と呼べる人物がほとんどいない進撃の巨人のキャラの中でも屈指の凶悪性があり、ある意味、作中屈指の悪人と言えるぜ。そうね。
ということでグロスの解説は終わりだぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。